仙台から来たお二人へのサービス問題かもしれません。では参ります。第3問、仙台名物といえば銘菓萩の月がありますよね。その萩の月のパッケージに書かれている女の人の絵を描いてください。どうぞ。傾いちゃってますけども、萩の月とってもね、あの仙台のお土産で有名で、皆さんもね食べたことあると思います。美味しいよね。その萩の月台、じゃあ今度仙台連れてってもらいなさい、みんなね。その仙台の名物萩の月の虫、萩の月のパッケージに書いてある女の人の絵です。スーちゃんとこ虫いったよ。大丈夫大丈夫大丈夫、どっか行っちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫。さあ、ということで、ちょっと仙台の2人にサービス問題と思いきや、ちょっと2人もびっくりしてたようですね。これがラスト問題になってます。マー君1ポイント、リンちゃん1ポイント、ということで、ただいま楽天チームは0ポイントでございます。頑張って。さあ、仙台メーカー萩の月パッケージの女の人の絵、なかなか難しいかとは思いますが、頑張って描いてください。食べたことある人、あ、大人の方はやっぱりね、お土産とかでよくもらえますよね。ちびっ子のみんなはね、食べたことないかもしれない。クラッチーナちゃんももちろん食べたことあるってね。だけどパッケージの女の人まで分かんないかな、難しい。すぐ食べちゃうもんね。そっか、そうだよね。じゃあ締め切りまで5秒前でいきますよ。みんなも一緒に5、4、3、2、1、はい、どこまで。さあ、ラスト問題でございます。ペンを置いていただいて、仙台メーカー萩の月のパッケージの女の人の絵、皆さんが描いたのは、せーの、ドン。あれ、なんだか、ちょっととりあえず月描いときゃいいやっていう、このみんなの安易な考えね。では本物のお写真をね、見てみましょうか。では萩の月のパッケージの女の人はこちらです。せーの、ドン。出ました。お、これはこれはミラクル。ということで、ちょっともしかしたら聞くまでもないかもしれないぐらいのクオリティがね、大逆転でありましたけれども、ちょっとすいません、鼻が長い女性が1名いらっしゃるかと思うんですけども、じゃあちょっと順番に聞いていきましょうか。ではズーちゃんが描いた萩の月の女の人が似てるよと思う人、拍手。まあ、でもズーちゃんにしてはあの上手に綺麗に描けたよね。はい、ではリンちゃんの絵がいいかなと思った拍手。ハギって描いときゃいいと思って。そうじゃない、しかもこれ完全にお姉さんの服と一緒じゃない、これ、この格好。じゃ続きまして、このおばあさんの絵がいいと思った人、拍手。ポタポタ焼きですか、それは。あ、そんな感じですね、わかりました。では仙台のね、こう楽天チーム行きましょう。クラッチ君の絵が良かったと思う人、拍手。もうね、あの楽天ファンの皆さんも結構正直っていうか、なんていうかね、ストレートっていうか、なんていうかね、ええ、ということで、クラッチーナちゃんの絵が似てるよと思う人、拍手。これはすごいよね。ちなみにね、あの萩の月のパッケージね、もう一種類ね、まあ待って、もう一種類あるんだって。もう一種類って出ますか。出ないかな。あ、出ました、これがね、もう一種類の方だから、あなたちはすいません、りんちゃんはちょっとすいませんけども、あのね、この着物を着て日本髪の女性、まあ、これもマー君の場合完全におばあちゃんだったけど、まあ、まあね、当たらずとも遠からずみたいなところもありますよね。ということで、何々、横顔なら勝てる。じゃあ横顔描いて、出して描いてくれればよかったじゃないよね、時間がなかったって。ということで3問目はクラッチーヌちゃんの勝利。素晴らしいね、このままパッケージで売れちゃうぐらいのね、クオリティをね、素晴らしいです、拍手。ということで、今日はクラッチーナちゃん1ポイント、マー君1ポイント、リンちゃん1ポイントという結果でございました。ではでは皆さん、今日はねお時間遅いので、残念ながらここでお開きとなっております。すいません、ちょっと仲間割れしないで、みんな、どうしたのどうしたの、何、真っ向勝負挑みたいの、マー君納得いかないの。じゃあそれはちょっとまた考えるから、機会を、チャンスをね、考えるから。今日はねちょっとお時間遅くて、ちびっ子のみんなもね、あの足に揃えて寝なきゃいけないので、はい、仲良く仲良く。では
今日は以上でキャラクターバラエティステージ終了になります。さあマリンズ今日はね敗れてしまいましたが、クラッチクラッチーナ明日は負けないからね。ということで明日もクラッチクラッチーナどうもよろしく。お二人に大きな拍手。そうそう、そしてリンちゃんからね一言。はい、じゃじゃん。はい、明日は1時間早いよということで、そうですね、5時プレイボールになりますので、お間違いのないように6時のつもりで来ないでね、皆さんね、ちょっと早め早めに来てくださいね。そしてはい、スーちゃんからはおやすみとメッセージをいただきました。はい、マー君もいいかな。あ、おばあちゃんの絵あげんぞ、それおばあちゃんの絵。はい、おばあちゃんの絵ですよ。ということで、皆さんお時間も遅いのでお帰りはお気をつけてね、また明日元気に QVC マリンフィールドでお会いしましょう。ありがとうございました。あ、あげるんだ、それあげる。また書いてますね、りんちゃんね。あれ、サニーさんは。サニーさんはね、明日しっかり登場してもらいますよ。今ステージで写真撮ってた。今サニーさん写真撮ってた。明日ね、サニーさんタイムもありますんで、皆さんお楽しみに。はい、仲良くね、お魚ってウーパールーパーね、お魚ってみんな面白いな。はい、みんな仲良くね、仲良くね、あんまり数ないからごめんね、仲良くね。はい、はい、はい、じゃあみんなね、帰り気をつけて帰るんだよ。また明日もね、クラッチクラッチーナちゃん、そしてサニー柴田さんステージにも登場してもらいますので、楽しみにしていてください。でマー君とねクラッチーナちゃんのバトルはまたいつかね、ちょっとチャンスを作りたいと思いますので、皆さんお楽しみに。もらった子はね、もらった子はごめんね、一人一枚にしようね、みんなにねもらえるようにね。はい、ごめんね。じゃあみんな気をつけて帰るんだよ。また明日、おやすみ。はい、仲良く仲良く、同じ鳥類。また明日仲良く。はいはい、ちょっとマー君たち、立つ鳥後を濁さずって言うでしょ。はい、おやすみなさい。また明日。はい、皆さん本日も最後までありがとうございました。今日はね、残念ながら試合の終了時間が遅かった関係で、ちょっと短めのねステージとなってしまいましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。明日は5時プレイボールなどでお間違いのないように、ぜひステージ